トリプトファンヒドロキシラーゼは、神経伝達物質であるセロトニンを合成する、酵素である。トリプトファンの5位に、ヒドロキシル元を付加し、コヒドロキシトリプトファンを形成する。この反応はコヒドロキシトリプトファンは、セロトニン合成の最初の反応であり、立足段階である。また、メラトニン合成の最初の酵素でもある。トリプトファンヒドロキシラーゼ。 チロシンヒドロキシラーゼ及びフェニルアラニンヒドロキシラーゼは方向属アミノ酸ヒドロキシラーゼの上下の酵素であり代謝経路において重要な鍵となるフェニルアラニンヒドロキシラーゼとチロシンヒドロキシラーゼとこの酵素は L エリトロマイナス5、6、7、8テトラヒドロビオプテリンと酸素分子を補い因子として使う総動的な酵素である人では トリプトファン管理によるセロトニン合成の刺激は抗うつ効果を持つ。例えば P、クロロフェニルアラニンによるトリプトファンヒドロキシラーゼの抑制はうつを促進する可能性がある。トリプトファンヒドロキシラーゼの活性はそれがリン酸化を受けた時に増加する。例えば、タンパク質キナーゼ A はトリプトファンヒドロキシラーゼをリン酸化することができ、それにより活性は増す。 BH4 データペイセスアーカイブド2006年12月6日、アットザウェイバックマシン、3、ディメンショナルストラクチャーオブヒューマントリプトファン、ヒドロキシラーゼイッツインプリケーションズフォーザ、バイシンサシスオブザンロトラミターズ、セロトニンメラトニン。ありがとうございます。